アイナ・ジ・エンド&ストーンズ松村北斗第28回釜山国際映画祭開幕式のレッドカーペットに登場。2023年10月4日22時13分4日午後、釜山ヘウンデク映画の殿堂にて行われた第28回釜山国際映画祭ビフ開幕式のレッドカーペットイベントに、ビッシュの元メンバーアイナ・ジ・エンド・ストーンズの松村北斗が出席した。第28回釜山国際映画祭は、10月4日から10月13日まで10日間、映画の殿堂一帯で開催されるソン・ガンホからソン・ジュンギまで、第28回釜山国際映画祭に出席へ。日本からストーンズ松村北斗&広瀬すずらも参加。フォト、岩井俊二監督、第28回釜山国際映画祭開幕式のレッドカーペットに登場。元記事配信日時、2023年10月4日21時20分記者、井出孫。